山明弘9月18日隊は日本の銀行家、駿河銀行代表取締役社長を務めた、静岡県出身、明治大学工学部卒業後、駿河銀行に入校、IT 部門、海外支店、経営企画部門、審査部門など幅広く歩み、2009年に IT 部門トップに立つと難しいとされたシステムの全面公開などを実現させ、 IBM との訴訟合戦においても全面勝訴に導いた。2016年に取締役1000人と同時27人抜きでのトップ就任を果たした。50歳での社長就任は前任者から21歳の若返りで当時の地方銀行業界で最若手経営者であり、5代続けてトップを務めてきた創業者一族の岡野家以外からの初の経営トップである。 2018年9月7日、シェアハウスオーナーへの融資に橋を発する不正融資問題の調査において、第三者委員会の報告書にて責任を指摘されたことを受けて、代表取締役社長を引責辞任した。駿河銀社長交代50歳の新社長、強み活。静岡新聞。 http://www.at-s.com スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ2 5 3 7 8 7 HTML2016 年6月26日閲覧。駿河銀、31年ぶりトップ交代一族経営、ダッシュ日本経済新聞。http:/www. 日経。 .com, article, やるぞ0 3 9 8 6 3 5 0 t 2十四1 6 a 6リットル6万10002016年7月15日閲覧役員の移動に関するお知らせ鶴ガ銀行 https コロンスラッシュスラッシュ www.surugabank .co.jp スラッシュ s u r g a b a n k スラッシュ k-ojin スラッシュ topics スラッシュ 160623.html 二零一八年五月十六日日閲覧駿河銀行三十年以上トップに君臨、他の会長の姿なく、毎日新聞二千十八年九月七日、駿河銀の組織的不正認定第三者員、経営責任言及。 静岡新聞、h t t p コロンススララッッシシュュ w w w a t s c o m スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュソーシャルスラッシュ静岡スラッシュ538190 html2018 年9月8日閲覧。ありがとうございます。